テレビを見るときは部屋を明るくして近づきすぎないようにしましょう。サンキューナレーター、オープニングだよ。いつの日に僕らはまた夢を手に入れるだろうか。虹の彼方、地の果てまで自由探して生きてゆくよ。憧れの世界駆け抜けてきたけれど、まだ見ぬ星光が明日へ導いている。今はただ拳隠し羽を休めてよ。愛しい生きるもの守りゆく勇者よ。正義の証を未来につなぎゆけ。茨の道越えゆく時、誰かが見守っている。何度もまた壁を破り生きる意味探し出すんだ。僕らはまたいつの日にか夢を手に入れてみせる。虹の彼方、地の果てまで自由探して生きてゆこう。バトルスピリッツはカード出すと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。勝った勝った勝ったぜ。あの生徒会長に勝ったぜ。このままいけば俺とんでもなく強くなっちゃいそう。ハイランカーリーグまでにもっといっぱいバトルして最高に強くなってやるぜ。いくぞ、今日も武者修行スタートだ。はじめとコウタは冬真っ盛りの雪山に来ていた。ここに来るようにとの招待状を受け取っていたのだ。ねえはじめあんちゃん、本当にここ？あ、バトスピ仙人からの手紙。なにこれ？雪、山、で、待つってな。ミカねえ、何考えてんだろう。おっしゃ、今日もあげていくぜ。燃えよブラザー、光の覇王ルナーク・カグヤ。マジックハンマーかマジックスパナを入れるべきか。兄ちゃんの好きなバラのお茶だよ。あ、スポンスポンスポン。はい、サンキュー、カタル。兄ちゃんかっこいい。デリシャス。チョピ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 。バツに決まり。これを飲んで温まるといい。あったまった。兄ちゃんのお茶なのに。あれ、大泉ブラザーズじゃない。なんでこんなところにいるの？君こそなんで。はじめとコウタを探してるんだけど知らない？日登りはじめか。武者修行だとか言って出てったから、またなんか面白いことやらかすんじゃないかと思って見に来たの。で、会長は？先日その日登りはじめに敗れてしまったからね。この雪山で頭を冷やし、チャンピオンシップに向けて特訓するつもりなのさ。さ、デッキの研究に励まねば。兄ちゃん大丈夫だよ。兄ちゃんはすっごく強いんだから。おいしい豚汁作るから待っててね。ああ、すごい、そのカバンどんだけ入ってるわけ？兄ちゃんが強くなるために必要なものはすべて入ってる。あ、兄ちゃんメガネ曇ってる。サンキュー、カタル。兄ちゃんかっこいい。兄ちゃんかっこいいだろ。あのさ、君もカードバトラーならバトルの研究でもして世界征服してやろうって気概はないわけ？俺もうバトルはやめたんだ。
なんで？この間だってガンスリンガーで一生もできなかったし。才能ないんだ、俺。何言っちゃってんの？昨日より今日、今日より明日、そうやって強くなっていつか世界征服するんでしょうが。俺は世界一になる兄ちゃんにどこまでもついていく。俺は世界一の兄ちゃんの世界一の応援団長になるんだ。はあ、何言ってんの？ミタタン。あー、痛かった。やバトスピ仙人から次の指令が来た。え、いいか、これと同じパンダを100個作るのじゃ。100個できたその時にバトスピ仙人が現れるであろう。なんで？おっしゃ、作るぞ。またこのパンダはメッセージ終了後自動的に溶ける。なんでパンダ？だいたい真っ白だったらクマだかパンダだかわからないよ。あ、ペンタン作っちゃった。ほら、今日のふりかけは鮭、卵、海苔、梅ミックスだ。ありがとう。できた！100個だ！でかしたぞ。え、すげえ、日本にもパンダいたんだ。違うよ、あんちゃん、あれは。あ、もしかしてバトスピ仙人？いかにも。今日の修行を受ける覚悟はできておるか？はい！良い返事だ。では行くぞ。はぁー、出荷。はぁデリシャス。はぁ、美味しかった。なんで君まで食べてるの？いいじゃない、減るもんじゃなし。減るよ。じゃあ、豚汁のお礼に会長のバトルの相手やってあげる。ああ、それは助かる。ぜひテストプレイをお願いしたい。オッケー。お、カタル？生徒会長の弟？何？どうなってるの？理屈はないってことだよ。今日はお前たち二人に戦ってもらう。カタルと？ちょっと待って、俺もうバトルはやめたんだ。それはどうかの。カードバトラーでもない者がなぜデッキを持っておるのじゃ。それは本当はバトルがやりたいのではないのか？違う、俺は兄ちゃんの応援団長でいいんだ。うむ、どうしてもやらないと言い張るならそれでもよい。だが、これを見てもまだやらぬと言えるか？兄ちゃん！決まり！お姉ちゃん！うふう。兄ちゃん！今日、バトスピショップ併設バトスピ土産物店では、スペシャル笹団子を売っておるのじゃ。先着100名様には雪パンダをプレゼントすることになっておる。パンダが全部なくなっちゃったら？シーソーはガタンじゃ。吊り橋効果というものを知っておるか？知らない。危機的状況にある男女は恋に落ちやすい。吊り橋で落ちそうなドキドキと恋のドキドキを勘違いしてしまうのじゃ。決まりさん、生徒会長さん、決まりさん、一緒に世界征服しましょう。あ、一緒に。ない、絶対にない。あのお姉ちゃんに限って絶対にない。うわ、いやだ、あんな世界征服女に大事な兄ちゃんを取られるなんてやだ。パンダ100個がなくなる前にバトルで勝たないと二人はラブラブになっちゃうんじゃの。フォー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 、ない。よし、火のぼり始め、勝負だ。え、まあでもバトルやれるんなら俺は嬉しい。よ、お二人さん、ゲートオープン、開放。負けない、絶対に負けないからな。俺だって負けないぜ。
スネをレベル2で召喚、続けてベンタン召喚。あ、ベンタンだ。どうしよう、こんな時兄ちゃんならどうするだろう。兄ちゃん助けて。ターンエンド。え、いいのか。いいんだよ、ターンエンドだよ。そっちが来ないならこっちから行くぜ。メインステップ、大きなヒーロー豪快召喚、オーガ獣金太郎軍ベア。コスト確保のためオードラン2体から全てのコアを発散。金太郎グベアの召喚実効果発動。 BP4000 以下の相手のスピリットの2体を破壊する。うわ、アタックステップ、オーガ獣金太郎グベア、いけ。ライフで、さっき攻撃していれば。はいよ。ありがとう。前田り、平和な顔をして笹団子を売るこの男、バトルスピリッツヒーローズをずっと見てくれている君たちにはバレバレだと思うが、バトスピ界ナンバーワン薬師寺新たである。おまけのパンダ持ってってね。